皆さんこんばんは。元男の子のアフカノンです。本日はここどこでしょう。高知県にあるバッティングセンタードーム23さんに来てるんですけども、こうびっくりしたのが150キロのバッティングマシンがあるんですよ。で、私は現役時代かろうじて140キロのピッチャーの打席に立ったことあるんですけど、まともに打ったことがないんで、女になっていきなり150キロ挑戦したらどれほど打てんのか検証してみたいと思います。実はゲストさんに来ていただいてまして、どこの高校出身なんですか。新田エバラ高校。あ、名門ですよね。日体付属の高校からゲストさんお越しいただいてます。どうぞ。元気からジョニス、今日もみんなのお尻に火をつけちゃう。元男の子で今女として生活してる私と、ガチガチのこのスポーツ人間、どっちが多く150キロ当たるか今から対決してまいります。じゃあ、OK、あの日を思い出して。あの日バッターじゃないから。高速で150キロ、やばっ。おお、速い。やばい、見えないかも。4球目。おお、当たりましたね。すごい。半分終わりましたね。半分前と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 前。おー、惜しい。前と悪かった。めっちゃ赤くなってる。なんか震えてるし、なんか微妙に。か、弱い。私の知らんようなような指が全部でもファールだったんですよね。やっぱり早すぎて全部持ってかれちゃうの。押されちゃう。だから前に飛ばなかったんで、結果的には全然ダメでした。いや、当たるだけでもすごい頑張る。ありがとうございます。なんか次ジョニーさんなんですけど、今野球やってる期間は本当に私たち同じですよね。18歳までやってたから。果たしてジョニーさんは私がボールに当てた3球以上越すのでしょうか。では行ってください。さあ、1球目。あ、速い。速すぎる。やばいっすよ。え、当たった。すごいな。怖い。1球目当たった。どうですか、150キロ。もう見えない。見えない。見えないよね。そのね、見えないんですよ。なんかこう投げ終わった動作を見た瞬間にもう入ってんですよね、こっちの。もう一瞬でなんか自分の目の前通過してるようなイメージですね。まあ2球ですよ今。私と同点ですか。いいんですか、そんなんで。あ、うわ、やばい。やばい。はっずっせ、はっずっせ、はっずっせ、はっずっせ。うわ、負けました。やば。これもう完全敗北ですね。青木敗北です。ちょっと怖かった。怖かった。怖い。お疲れ様です。怖いですね、ちょっと。怖いですか。どうですか。恐怖を感じるレベルでしたけど、
がもう投げた瞬間にもう自分のこのとこ通り過ぎてるって感覚なかったですか？ありました、ありましたよね。え、現役の時こんぐらい速い球体験したことは練習試合とかで？練習試合ではないですね。負けず嫌いですね。おい、はい、おお、おお、お、どうだろう、今の当たったっていう気あんの？になったけど、いや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 、めっちゃ疲れてんじゃん。今回だけだとそのままなんか、いや、なんかところどころカスみたいな、これ当たったか当たってないかみたいなのがね、3、4本あったからね。あ、分かってる分かってるちょっと、どこどこまあ、今回はもう、うん、1回の勝負でいっぱい打てた方が勝ちっていうのは言ってるんで、まあ、これはおまけとして、あの、はい、認めます、ジョニーさんに負けました。まあ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 、言うてもね、言うてもね。でちょっとドヤ顔お願いします。勝った時のあの顔で、ドヤ顔で、あの顔、あの顔、あの顔ドヤ顔してください。やったやった。さっきの動画のカメラを担当してくださったのもチャガマランさんでした。カメラありがとうございました。はい、この後もちょっとコラボ動画みんなで撮っていくんですけども、ぜひ皆さんチャンネルも画面の下に貼ってますので、そちらをチェックしてね。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、そしてサブチャンネル青木かのんの秘密箱は画面の下に貼ってありますので、そちらもチェックをしてね。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。いや、めっちゃ疲れた。はい、はい、どうぞ。めっちゃ痛い、痛すぎる。いや、めっちゃ痛い。怖い。やば、100キロ。私は僕、いつになっても居場所探しで埋もれてゆく夜空の下。